どうもこんにちは、偽善。なめらか変身の剣、なめらかボルガ博士という動画をあげたわ。何がなめらかなのか、この動画で解説するわ。まずはいつも見る剣の変装シーンを見てもらうわ。どうかしら、手が一瞬カクカクしているわよね。別アングルの変装ポーズを見るわ。とっても滑らかね。本来剣の変装ポーズはこのように滑らかなはずよ。カクカク剣のアニメーションを分解してみるわ。見てちょうだい。一枚手が引っ込んでいるコマがあるわ。先ほどの別アングルポーズを考慮すると動画の順番を間違えているんじゃないかしら。このコマを入れ替えるとこうなるわ。連続して動かしてみましょう。どう？滑らかになったわね。これが滑らか変身の剣よ。ボルガ博士の落下シーンを見てちょうだい。落下がカクカクね。動画の枚数が足りていないことがよくわかるわ。これを編集ソフトのアニメーション機能を使って再現するわ。とても滑らかに落下するわね。再生速度を実際のアニメーションタイミングに合わせてみるわ。どうかしら、とても滑らかになったわね。これが滑らかボルガ博士の解説よ。連続して再生するとこうなるわ。どうかしら、この動画が気に入ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。